隊へ。そうですね、今日はリュウさんのためにここ予約しといたんですよ。寿司。はい、お寿司大好き。大好きですか？超好き。ここには加藤がリュウちゃんのために用意したサプライズが。目の前でお寿司を握っていただけるように準備しました。なんと板前の職人技が間近で見られる特別席。これは贅沢だ。すごい。すごい。すごい。はー、ありがとうございます。作れる奥さん欲しい。大好物のお寿司にリュウチェンも大満足の様子。今日は本当に楽しかったから、はい、これにお寿司を作ってあげましょうか。いいんですか？ここで挑戦するのは寿司を使った融合魔術。リュウチェンがまず注文したのはシャリとマグロ。握る前のバラバラの状態だが、一体これをどうしようというのか。握るときね、海苔が必要。1枚もらえますか、あの海苔。はい、こんな感じで、はい、手はまだ洗ってないから、はい、このまま作りません。あ、なるほど。そうですね、だから違う方法で作ります。はい、こんな感じです。はい、よく見てくださいね。はい、これから奇跡の瞬間です。ていたマグロとシャリは確かにバラバラの状態。それが一瞬で握り寿司へと変化した。さらに驚愕の現象は続く。一回だけで3つ握ります。え、3個、はい、だから食べたいのは何ですか？じゃあ今マグロをくださって、タコと、タコと、すいません、食べたい寿司があります。イカ。イカ、すいません、食べたいのあります。イクラ。イクラ、イカ、タコ。わかりました、すいません。あのシャリ、リュウチェンが注文したのは3貫のシャリだけ。今度は海苔も使いません。え、刺身も使いません。チャレンジします。よく見てください。もっと近くに。いいんですか？いいんですか？いいんですか？もっと近くに。え、いいんですか？よく見てください。はい、はい。これから、はい、奇跡の瞬間です。できました。タコ、イカ、イクラ、お召し上がりください。ありがとうございます。いただきます。おー、すごい。どうですか、本物ですか？おいしい。うまっ。おいしい。まさに奇跡の瞬間。何も乗っていない3貫のシャリ、そこにリュウチェンが手をかざしただけでリクエスト通りの寿司が出現したのだ。奇跡はまだ止まらない。楽しかった。楽
楽しかったですよ。よかったよかった、はい、ありがとうございます。本当に実は僕も楽しくて、はい、あの本当にお礼にあのプレゼントをあげたい。リュウシェンが特別席のお礼に加藤へ贈るのは心を込めた奇跡のプレゼント。卵が必要です。卵、え、この本当の卵、卵一つ選んでください。好きなのいいんですか。いいですよ。これはいい卵ですね。いい卵ですか。もう一つを選んでください。はい、じゃあ素晴らしい素晴らしい、これもいい卵ですね。はい、これから質問です。はい、この2つの卵が、はい、ね、2つ卵を合わせると、はい、どうなると思います。え、合わせると、合わせると、そう、2個になるの、あ、1つになると量が増える。分からない、やってみないと分からないです。よく見てください、はい、これから奇跡の瞬間です。なりました。え、このカラシは、はあ、すごい、すごいですよこれ。なんでですか。まさに奇跡、重なった2つのグラスの底をピスタチオが一瞬で貫通。これぞ神の手のなせる技。これは両肩的奇迹。